ギャラクシーレーサービーナス GP は、かつて、北九州市や旗東区に存在した、テーマパーク、スペースワールドのジェットコースターである。本記事では、ギャラクシーレーサービーナス GP の前身である、スパイラル彗星ビーナスについても記述する。ライトアップされた、ビーナス GP、ルミナスの、ホームライトアップされた、ビーナス、ルミナスの、車両スペースワールドに存在した。 ジェットコースターである。ジェットコースターの神様とも呼ばれたアントン・シュワルツコフの遺作。同園においてはマグナム・ブースター・ザ・ターン、タイタン・マックスと共に三大コースターと呼ばれていた。当期夜間営業時には車両及びコースターにライトアップが施され、イルミネーションのルミとビーナスのナスを取ってルミナスと呼ばれていた。1996年、 北九州市八幡東区のテーマパークスペースワールドにスパイラル水星ヴィーナスの名でオープンした。設計はコースターの神様とも呼ばれるドイツのコースター設計者アントン・シュワルツコフが言った。ヴィーナスはシュワルツコフ社の従来の代表商品であるルーピングスターを発展させたもので狭い敷地に多くのレールを敷き詰めかなり入り組んだコースとなっているのが特徴的である。 コースの色は、オープン当初は明るい緑色であった。2006年12月21日、ギャラクシーレーサービーナス GP として、リニューアルオープンし、コースの色が、従来の明るい緑色から淡い緑色へ、チェンジされた。2017年12月31日の、スペースワールド閉園後には解体工事が、行われており、姫路セントラルパークへの移転が予定されている。 スタート後は最高部40メートルまでの巻き上げが行われる。その後ファーストドロップ。ファーストドロップは中途半端な位置までしか行われず、その最下部はエアポケットと呼ばれる。最下部に到着後はすぐさま上昇し、今度はひねりながらのドロップを行い、垂直ループへ突入する。その後はユースパイラル、バーチカルバンクなどと呼ばれる旋回コースを繰り返し、ゴールに至る。 ギャラクシーレーサービーナス GP へのリニューアル後には様々な演出が行われた。プラットフォームにはこのコースターのコンセプトであるギャラクシーレースの地球代表選考会を連想させる効果音が流れる。プラットフォームのゲートオープン時にはネクストチーム、プリーズライド r i d 音声が流れ、スタート時にはセットゴーという音声が流れた。コースター走行中にもプラットフォームにおいて レースを連想させるような BGM が流れていた。また、このコースターは宇宙に優しい駆動システムを採用しているという設定があり、このノイズはパイロットのエンジョイヒューマンパワーを原動力としているというものである。実際の演出としては、コースタースタート前に操作室のクルーがエネルギーチャージ、B? と乗客に問いかけ、それに対して乗客はナース。 と返答を行い、その声の大きさによって、コースターの速度が変動するというものがあった。声の大きさは、エネルギーチャージ率という数字で表され、最高で120%である。また、夜間ライトアップ時には、エネルギーチャージ、B、の掛け声が、ルミナスチャージ、B、に変更されていた。また、クリスマス時にはクルーが、メリー、と問いかけ、 乗客がクリスマスと返答するといったアドリブ的演出も見られた。なお、ビーナス GP における最高タイムは2017年12月31日におけるラストランでのエネルギーチャージ率120%によるもので走行タイムは測定不能とのスピールがあった。4年に一度開催される銀河系最大のレース、ギャラクシーレースが来年ビーナスで開催される。 地球ギャラクシーレース委員会では宇宙環境保護の観点から環境保護機関ラブジアースとスペースワールド社が共同開発した宇宙に優しい駆動システムを採用した。これはパイロットのエンジョイヒューマンパワーを原動力とした画期的なイコロジカル推進システムである。このシステムではパイロットの乗りが高記録の重要な要素となるため地球全土を対象に 乗りの良い人材を求めてこのスペースワールドにおいて選考会を開催しているというものであった。また、ノーイズはノリドライビングエネルギーシステムの略である。ありがとうございます。